はい、というわけでハルパパでございます。今日もね、荒野行動やっていこうと思うんですけども、今日なんですけれども、私怒っております。はい、今日はね、本当に怒ってるんですよ。なぜ怒ってるかというと、いや、なんかどうやらね、俺のね、偽物がいるらしいんです。で、しかもさ、偽物なんて、まあ割といっぱいいるんですよ。なんかもうすごい無数にいるんです、偽物なんてね。まあだが、しかし、まああの、アイコンと、まあなんか名前だけの偽物、あと格好を寄せてくるまではわかるんですけれども、声まで俺だっていう偽物がいるらしいんですよ、この界隈で。まあ、唯一無二と言われたこの声の持ち主ハルパパなんですけども、こちらの声の持ち主までいるというのも、持ち主っていうか声が似てるやつまでいるっていうのは、今日はガチで成敗していこうと思います。ガチ説教やってきますんで、もうその方とこの後からね、ちょっと収録する予定ですので、そこでガツンと言ってやるので、乞うご期待ということでお待ちください。はい、というわけでね、もうすぐなんですけれども、この方、死神さんですね。名前が違うから、俺のあの、偽物とか、そういう、あれじゃないと思うんです。まあ、アイコンがね、もう、春パパ言うてるんで、はい、この方ですね。ちょっと、キルで見てみましょう。隠されてる。隠されてる。隠れてんだよな。ちょっと、謎を起きそうなんで、とりあえずね、ちょっとね、話をしてみようと思います。正体。お、来てくれましたね。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハルパパです。よろしくお願いします。なんか、はい、僕いろいろ聞きまして、はいはいはい、僕にすごい声が似てるって、まあ、ちょっとあれなんですけど、いやいや、それもおこがましいんですけど、僕に似てるんじゃないですか、もしかして。あ、逆、あ、そうか、逆か、逆だと思うし、僕に似てると思うんですよね。ええ、僕が死神さん寄せなんですね、逆に。多分そうだと思います。あ、そうか、じゃあもう話終わりましたね、それで話が。アイコンがなんか春パパって書いてあるんですけど、これは僕が寄せた感じですかね、これ。これはちょっとお借りしたやつですね、はい、これちょっと。お借りしたやつです。あ、そうかそうかそうか。そうです、そうです。ちょっとお借りしました。とりあえず、まあ、こんなところでね、あの、立ち話もなんなんで、一戦とりあえず行きながら、まあ、いろいろ話しましょうか、はい。はい、よろしくお願いします。あれですか、やっぱ声似てるって言われます？言われますね。なんかでも僕今聞いてるとそんな似てるかなと思うんですけど。いや、僕もそう思うんですよね。ちょっとよく似てるっちゃないですよね。似てます。ちょっとこれ視聴者さんに聞いてみたいですね。あ、そうですね。ね、似てると思ったら高評価。似てないと思ったらバッド評価で。似てますかね。どうなんですかね。僕に似てます声。はい、どうもハルパパですって、ちょっと言ってもらえませんか。ちょっと、はい、ハルパパです、よろしくお願いします。やっぱ似てんのかな。どうです、似てます、うん、まあなんか姿はちょっとあれですよね、僕がちょっと前にやってたような感じの。そうですね、今ちなみにこの格好なんで、今、あ、今、あ、その格好ですか。ちょっとないんですよね。そうなんですよね。あ、そうか、持ち合わせの関係ですね。持ち合わせの関係で、ちょっといろいろぐるぐる。あー、でもなんかなんかぽいですね。やっぱ似てますか、僕に。似てますね。いや、ほら、周りのみんなも、はい、ほら、僕じゃないですもん、こっち来ないですもん、なんて。死神さんが似てますからね、みんな。そうですね、付近の人。やっぱり僕のが似てるんですね、ハルパパに。似てる。俺も似てるみたいな話になってくるんですけど。なんかたまたま僕動画で拝見させていただいて、あの、なんだっけな、鍋豚の達人さんでしたっけ、なんか、あ、圧力鍋の達人、圧力鍋の鍋豚じゃないですね、の動画をちょっとたまたま拝見させてもらって。動画見た時似てんなと思って。ああ、僕もちょっと似てるなと思ってるんですよね、ハルパパさんに。まあ、だいたい多分年齢層同じぐらいだと思ってるんですけど。あ、多分同じぐらいですね。ちなみに、あの、さすがなければ、お年はおいくつなんですか。38ですね。あ、僕と同じぐらいですね。同じぐらいですね。僕ちなみに43なんですけど。なるほど。だいたい同じぐらいですね。まあ、だいたいあれですね、じゃあアラフォーはみんな俺なんか似てくるみたいな。いや、特別僕が似てると思うんですよね。特別感あります、やっぱり。特別感ありますね。なんかちなみになんですけど、似てるとかいうので、そのうまみを得たことってありますか。あ、やっぱりですね、はい、やっぱりコメントくださいとか、やっぱり本物ですかとか。本物ですか。本物ですかとか、やっぱり来ますね。いや、だってあれですよね、名前死神さんですよね。そう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 。あ、死神さんの本物かって、そういうことですか。いや違う、春パパの本物かいってか聞かれるんですよ。
いや、本物ですよって、やっぱり。本物ですよ。本物っていうか、やっぱり、本気でないですけど、あの、別家の春パパですって言ってます。やっぱそういうこと、お答えされた。ああ、なるほど。やっぱり、そうですね。そこは本物っていう、やっぱり。いや、本物ですけどね、名前で、やっぱり。死神って書いてんで、やっぱり。まあ、死神さんですからね。はい。まあ、死神の本物でありますよね。死神さんという方の本物でありますよね。そうですね。これはずっとやってんね。わかりづらいね。聞いてくる方が悪いですね、そしたら。いや、やっぱり、ファンなんですかね、やっぱり。僕の死神さんのファンってことですね。僕のファンなんですね。やっぱりファン多いですよね。800って見えましたけど。800人ぐらいですね、これ。結構ね、あの いらっしゃる方ですよね。いや、1000行ってないからいない方だと思うんですよね。ダメ、1000行ってないとダメ。やっぱり1000行ってないと。何のこだわりなんですか、その 1000への執着というか。違うじゃん、やっぱり。似てるかな、声。似てます？いやー、なんだろう、なんか要所要所似てる感じはなんかあるのかなとか思う。ああ、要所要所ですか。要所要所なんか似てるかもしんないなっていう。で、今聞いたらどう似てんのかな、やっぱり。若干だと思いますよ、多分。だけど広場で、どうも春パパです、よろしくお願いしますって言ったら、やっぱり、お、ハルパパさんですかってやっぱり言われますよ。今ちょっと似てましたね。似てました、似てました。ちょっと似てました、なんかさらっと言うところが。あ、多分さらっと言ってるのが多分似てるんだと思う、広場とかで。え、ちょっともう一回言ってもらえません？ちょっともう一回だけ。どうも皆さんこんばんは、ハルパパです。よろしくお願いします。なんかそう、なんか収録前のなんかすごいテンション低い時の感じがすごい。あー、多分、そういうやつで多分似てるって言われてるから。広場とかね。なんか戦績隠されてたみたいなんですけど。いや、隠してるね。まあ、キルレ2ないんで、ああ、なるほど、なるほど。大体そんくらいですね。それはちなみに寄せてるんですか、それともたまたまですか。いや、それはもう、隠してますね、これ。あ、そうか、隠してるんだ、そうだ。キルレ2いないんで。寄せてもクソもないですね。ちょっと、一回じゃあ戦いに行きましょうか、そろそろ。戦い行きましょうか。どうですか、いいですよ。ブッシーの方は。ブッシーの方が大体いいですね。僕、結構偽物って言われる方が結構いると思うんですよ。はい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 。ここまで近い人がなかなかいなくて。ああ、そう、あ、そうかもしれないですね。もう真似しても洋服までなんですよ。ああ、なるほど。声が似てる人ってなかなかいないんですよね。すごい、すごいなと、ちょっと感動します、ある意味。あ、ありがとうございます。僕ちょっと助手席乗ってもいいですか。はい、ですよ。人の運転楽なんでね、これ。笑い声とかどうですか、似てます。笑い声どうだろう。僕結構笑い声特徴的って言われるんですよ。ああ、なるほど。なんだろう、なんだろう、でも自分では分かんないですけど、笑うとすぐ、あ、本物だって言われるんですよ。あ、僕も結構笑えば本物だって言われますよ。なんでちょっと対抗心燃やしてきたんですか。対抗心燃やしてきたじゃないですか、今。笑えば本物だって言われるんですか。わー、結構言われますね。あれですか、コメントくださいとかそのぐらいですか、やっぱ言われるの。いや、コメントくださいって、あ、言われますね。最近言われるなって言いました。一回 YouTube 出させてもらって。まさか だとは思うんですけど、詐欺とかしてないですよね。詐欺とか全然してないですね。アラフォーで詐欺してたらやばいですよね。やっぱキッズぐらいしかいないしね、あの詐欺やる。キッズぐらいしか、そうですよね。なんかでもちょっとなんか嬉しいんですよね、こういう格好してくれたりすることが。いや、僕も嬉しいですね。まさかと思いましたよね。本気の春パパさんとできるなんて思ってませんでしたよ。あ、似てんのか、やっぱり。笑い方似てますね。似てますね。なんか他人とは思えなくなってきた、なんかだんだん。他人じゃないし、もう別居と本家なんで、もう親戚みたいなもんですよ。僕の声を多分似てるんでしょうけど、やっぱりこう第三者的な耳で聞くとおじさんだなと思うんですよ。僕もそんな声なんですか、やっぱり。似てますね。え？似てます。似てますね。これ死神さん、ちょっと一回他の企画もやりません？あ、企画ももう一回お願いします。やりましょう。ちょっと思いついたんですけど。おっと、ちょっと、びっくりしました。もう一回だけ行きましょう。もう一回行きましょう。もう一回行きましょう。なんかいろんな企画できそうだな。面白いですね。面白いですよね。はい。誰騙そうかな。誰騙そうかな。ちょっと悪意の塊になってますよ、僕。声似てますよ、やっぱり。確かに笑い方は似てますね。似てます。似てますね。
皆さんこんばんは、ハルパパです。よろしくお願いします。ヒキさん聞こえてたらちょっとジャンプの方よろしくお願いします。あ、ヒキさん聞こえてます。ハルパパです、よろしくお願いします。待ってください待ってください。ハルパパですよ、よろしくお願いします。ハルパパ、はい、ハルパパです、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。やばパパです、この緑マントです。そうですそうです、緑マントの人です、よろしくお願いします。やべえ、気づいてない。ちなみに皆さんどこ行きますか。これは、本当に行きます、はい、どこですか。都心です。都心ですか。あ、はい、僕、クワガタ行きますけど、どうします。一緒に行きます。行きますわ。あ、ありがとうございます。バレてない。ハルパパの方、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。そんな、せっこい、せっこい、マジか。皆さんこんばんは、ハルパパですよ。選挙みたいな。高評価、よろしくお願いします。まだチャンネル登録の、チャンネル登録済ましない方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はいはい、はい、ありがとうございます。はいはいはい、選挙みたいになってますね。清き一票みたいになってますよ。マジか、え、気づかれないもんですね。気づかれなかったですね。やべ、本当に似てるんだ。似てると思いますよ。そうなんだ。ちょっとでもなんか自分でなんか恥ずかしくなりました今。チャンネル登録高評価お願いしますっていつも聞いてる。そんなもんなんだ。結構みんなし来てますよ。しかもクワガタに来ちゃってますね。よっしゃー、ここをちょっと一旦勝ち抜いて。いや、びっくりしたな。でも本当に81か。あ、俺の隣にいますね。あ、俺の隣にもいます。うーい、集団行かれました。大丈夫ですか。なんとかギリ耐えてます、ギリ耐えてます。ああ、また投げてきた。よいしょ、死ね。来るかな。突ってきそうですね。投げられてますね。突ってきそうな、来ない。横にいるんですよね、多分。2枚います。いますね、2枚いますね。あ、車乗りましたね。あ、来ましたね。コースティングされてますね、これ。まあ、さっきクワガタ行くって言ってましたからね。コースティング。ちゃんと来てくれますね。来てくれますね。やばいな、これ。ちょっと裏から出て、回ってきますね。いない。え、あ、逃げたんじゃないですか、今のやつら。足音もなくなりましたよね。車あるから。あ、痛い痛い痛い。逃げてはいない。痛い痛い痛い。こっちの方は、2といますよ。2といます、処理。了解。突ります、2人で。突りますか。いきますよ。せーの、はい。はい。はい。あー、やべやべやべ。ナイスナイスナイス。いや、2人最強、2人最強ですね、これ。いいコンビですね、これ。やっぱりいいコンビですね。待って、来ましたね、来ましたね、1人。来た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 来ましたね。やりましたやりましたやりました。おー、ナイスナイスナイスすぎる。回復あります。ボタンあります。包帯、あ、間違った、自分で包帯間違えました。自分で包帯間違えました。おっちょこちょいさんもちょっと僕にちょっと見てください。よしよしよし、もう初動クリアしましたね、これで。初動クリアしましたね。いいコンビですね、やっぱり。いいコンビですね、なかなか。ちょっとこれで勝ちまで行きましょう。このまま、ゴースティングをやっつけたということで。ガチりましょう、ここから。僕らの本気を。ガチりましょう。本気を見せてあげましょう。あ、いただきます。あ、来た。来ましたね、来ましたね。やりましょう。お客さん来ました、お客さん。お客様がご来店です。ご来店です。あっ、どこですか、どこですか。165の岩上にいましたね。今2階に、あ、OK です、OK です、OK です。あ、すいません、ありがとうございます。岩上ですか、了解です。ちょっと裏から回りますね。165の岩上。あ、来ました、来ましたね、来ましたね。上上がりましょう。あ、やばいやばい、あ、手榴弾。あ、嘘。なんて的確な手榴弾なの、これ。こんな感じで。はい。すげえぐだぐだなんですけど。ちょっと別企画でまた、ちょっと、はい、ご連絡させていただきますので。はいはい、わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。俺に任せとけ、ハルパパに任せとけ。文句があるなら、俺に言え、俺に言え。くだらないライムは僕からばって流しとけ。最高にクールな時間の始まり。On the country, ホログライスステージも淡いのに。